ゃ並んでる。たくさんの人が買いに来てます。không được sao vậy đấy tối qua nay là ワインの屋さんもいただきます。うまっ。うわ、野菜が多めで、すごい美味しい。パクチーの味がすごい効いてて美味しいです。ひき肉みたいな感じが入ってて、いや人気なの分かるわ、何も評価とか見ずに現地の人が食べてるのは間違いないだろうということで来たら美味しかったです。これで75円いいですね。小腹が空いた時に買ってたんだけど、この梅味屋さんでした。美味しかった。それでは。